今年の大問題発展と、3年目ということもありまして、問題なく全部ついております。麦が悪いのがちょっと光が弱いので、飛んでいった時にちょっと調整したいと思います。おはようございます。ありがとうございます。ザックツリーで楽だっけ？ザックツリーが楽だ。こうやってればいい。こういう格好なんないから、こうやって持っていくと折れるんで、まず畳んで持っていくんですよ。一方で。うん、だから一応予備2本持ってるんで、でこれがの去年のやつだ。これ一つリッテに入れてもらえるな、これだけで。あれ純一さんって大文字いたことね、初。子供の時いたの？いてねえっす。本当？俺だ。あ、ね、願ったか。いたんけんど、たどり着かん願った。これとメジャーこの5メーターのやつと持ってきてるんで、まあ、幅真ん中にしてこう横にあるんだな。あまり上に置くとあれは草巻いてくるけど、うん、こういうことなんで、でこれ去年のやつありますので参考にしながら、ここがちょっと狭すぎる感じする。縦の縦が、やっぱ横はいいけども、縦はほら遠近感あるんで、これどうなんだろう、もう一個もうちょい上下げた方がいいやんかしね、上げられれば離してんの、多分これも一直線は変わらず、これも縦3メートルだった気がするんですよね。これもだけが、だからもうちょっと4メートル、4メーターぐらい伸ばしてもいいかもしれない、ここももうちょっと下でもいいやん、この台も、こっちに、ということで、ように角度の調整をお願いしたいと。それは難しい。あれはこれ下からこうついたところ見れろ。大体でもの、店の玄関の方にこうやって向けて、この角度で、この角度、これが難しい、これはできるのよ、だからとりあえずまずこれ向くだけ向けてもらって、あとでちょっと見ますので。あんまりケツでもいい画像撮らんでください。これ何本の歌って5声あ、ここが何で熊ダラス、俺古城魚か来たもん、落ちてきた。おお、これが熊の足が、やっとガウチクイだが、いや、そんな待ってたこういうことか。いやいや、あんまり無理さんでや、俺だけ濃いな、俺だけ濃いと思ったば。青ネロ赤いのだって何のおっしゃいますやら、川の中さ入ってて自分の体重から軽くなんでる、中で浮力ねえもの。これ太鼓だもんね、力が入ったけど危ないっすよね。おい、余裕でラゾかけてやん、クロウの。来た方がラゾかけながら来たもん。ああ、上司ってベテランだんだん。
さすが山男だ。山で入ってるでしょ、うん、まマジで下がれかまたに行く。ああ、なんだろう。わささみ。水があれで持ってきて、山に来たわけだ。よくよくと、はあ、よいしょ、よいしょ、あこえ、まずあこえ、休みそう、あこえ、登るだけで食ってみる、な、年会社年会のっけない感じの、純一さんどうですか、食べれました。次また来ないよ、まだもう2回ぐらいはこの場にあるのか、頑張ってよ、まだ冷たいこと言わないでや、兄さん、あ、よし、これ OK、 こういうこと、こういうこと、こういうこと、はい、ここセンターです、15で、ギリギリです、まっすぐ、まっすぐ、うんと高さもうちょい下でもいいですね、ここらですよ、だいたいまっすぐですか、小林さん下がんなんで、これ下がる、うん、間がもいいや、ちょっとこっちの上下に頑張る、この辺だろう、うん、はい、張ってもらって、じゃあ一回杭を仮打ちしてください、はい、で一回ここで3メーター角度だけで組んだやつを3メーターピッチで置いていくので、そのまんま、これなんだ、こっちはこっちなのか、5メーター、2個ずつ、1個、2個、5メーター、何メーター、何メーターか、10メーター、一番上、何メーターだ、待てのこれ上、はい、ここさんは1本差だけど、12メーター、12メーター、12メーターか、うん、じゃあ10メートルで5メートル間隔で1本ずつで、あと、あ、上は大丈夫です、和明さん、あ、いいな、うん、日本はあるから、日本はあるよ、何、あといいのか、ほんの一部であって、ほんとがもうしっかりと皆さんきちっとした形での、あ、どこでもやるの、10メーターここよ、10メーターここ、上まで上がる、うん、はい、上まで上がるか、でも10メーターとか5メーター、5メーターで、うん、うん、で10メーター、あと真ん中だけ、次5メーター。5メーター。あと2つ。え？あ、あれ？あ、1つ？ 1つ1つ。1つ1つ。5メーター。はい。はい、OK。おさむさんところから本、うん、おさむさんところからコミセンって見えます？コミセンの玄関見える。ああ、じゃあ大丈夫か。そっちが見てる、ここが。
だの邪魔だの木風だけ切ればいいやつだドローンで来てくれてやなんだその一人やった方がいいだってね紅葉もしますしね4メーターずつ刈り上げしてたからってカリギカリギよっしゃー1個余ったんだよ1個余ったな1個 あるんでしたっけあるようん20あもう1本で出したあるなんか3番目のだいたいちょっと上だがなそれうん位置がうんこれの角度はちょっと上だろもうちょい上っすねそんぐらいもうちょい下下うんいい、ね、そんぐらいで OK ですよし OK なんかでもちょっと立派な風だな竹が長いっすよね多分刺さらねえんだうん、いやいや。なかなかいいでしょ。もうこれ一歩ずつ。マット。こっちは見えないんだよ。うん。あ、こっちも見えない。きれい見えない。です。よし。はい。お疲れ様でした。ありがとうございます。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。どうもお疲れ様でした。今日は7時ぐらいかな。点灯。7時。7時過ぎかな。まあ、今日曇ったけど。うん。だからいつもだけど、ずっと。これってどのくらいまで寄れんの？ズーム。でもこれで、うん、今こういう状態で、うん、あ、そこまで行く6倍こんな感じです。へえ、これで最大？うん、うん、ほらおー、いいですね。動画も撮れるんでしょ？撮れる。うん。お、津田。一番右だ。右からつで行くの、
いいね、うん。全部だかな。こんな感じ。これかな、使えるのが。ああいいですね。ちょっと右下が隠れてたかもね。うん、ここがね。うん。うん、よし、初テント、まあまだな、まあまあですね、うん、あれ角度が悪いのかな、右の払いの方、右の1番3番か、うん、今年の大文字初テント、3年目っていうこともありまして、問題なく全部ついております。ちょっとミニ払いの一番下から4番目が若干麦が割り合うがちょっと光が弱いので、今度行った時にちょっと調整したいと思います。負けでした。ヒバのでもまあ点滅などなく、うん、うん、でも一層あそこ古いやつ使ってから新品変えてもそれまでやな、うん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 、あの行ってみて、うん、2つか3つ持ってって、うん、角度が悪いとすれば、うん、調整すれば直るです、うん、なんかちょっとね横向いてる感じがするんだよ。あ、古いのも何本が入ってる？古いのは8本持ってる、うんうんうん、その影響もあるかもしれない、ね、かもしれない。一番下のやつはどうなんだろう、あれ、うん、あれもなんかちょっと暗い感じする、うん、そうですね、あの隠れてるやつですね。
あの横はマリクリ新美術館っていうから20個だから、はい、先に11個、12、13、14、15、うん、あと右払い、あ、こっちの払いの5、6本は新品ってんだよね、うん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 、でもあれ大丈夫だよね、うん、角度かもしんない、うん、ですね、うん、角度後でまた、うん、お疲れ様でした。